極真は背中を見せない。何が来ても誰が来てもやっぱりやられちゃいけないと思うんで、そういう理想はあります。極真の若獅子野尻歌出陣。去年9月の K-1 ジャパングランプリ1回戦で野尻は中迫剛と対戦。根拠ないことに根性出ないんですよ。長迫は極真の荒行は根拠のないトレーニングとそのあり方を否定した。怒りを覚えた野次はこの思い全てリングでぶつけてやると決意し、長迫との試合に臨んだ。長迫に対して気迫で劣る場面は一度もなかった。しかしグローブマッチわずか6戦目の野次の前にキャリアという名の深い溝が横たわった。進歩してないなっていう、すごい殴られながら感じました。あれから5ヶ月、野尻は再びキャリアに勝る強敵に挑もうとしている。史上最強の空手を証明するために、極真は背中を見せない。その相手とはスウェーデンの強豪ユルゲン・クルト。 K-1 の入れ墨獣として知られ、トップファイターステファン・レコを一方的にリングに沈める実力を持つ。必殺の右フックがうなりを上げる。若獅子の極真魂、しかと見よ。全ては今年11月の極真世界大会につなげるために、2003年最高の形でスタートを切る野尻竜太、リングに向かいます。思えば極真の若獅子と呼ばれ、去年は一撃、そして K-1 に出撃しました。しかし振り返れば2002年は我慢と試練の年でした。さあ勝負の年、2003年の戦い始め、グローブマッチの集大成、負けられない一戦、一撃日本武道館大会スーパーファイト、青コーナーに野尻竜太が立ちます。前に K-1 戦士、スウェーデンのスナイパーイルゲン・クルトが立ちはだかります。 K-1 での豊富な経験、マイク・ベルナルドとの激闘、ステファン・レコに KO 勝利、その K-1 の最前線に再び立つためにも、グローブ技術の高さを見せるためにも、勝つことが義務付けられた一戦、赤コーナーにイルゲン・クルトリングイン。189cm 98kg、バレンチナボクシングキャンプ所属、ユルゲン・クルト。スウェーデンのスナイパーユルゲン・クルト、一撃 2.22、 日本武道館スーパーファイト3分5ラウンドです。日本の若獅子、極真を背負います野尻竜太、ユルゲン・クルトとの一戦になりました。2003年の戦い始め、この年をいいスタートを切るために何としても勝たねばならない野尻竜太です。11月に行われる極真の世界大会、そこにつなげるために結果を出すことができるか、一撃プロデューサーのフランシスコ・フィリオも見守っています。ラウンド1、最強を証明する野尻竜太対イルゲン・クルト。青のグローブ野尻竜太、何としても結果を出したい、グローブマッチの集大成を見せたい野尻です。内股へのロー、パンチがあります。イルゲン・クルト、あのステファン・レコに KO 勝利した男であります。固い守りからパンチを繰り出していこうという野尻、ミドル低
キック。まず一つコンビネーションを見せました。イルゲン・クルト、2000年の K1 ヨーロッパロシア地区 C 予選の優勝者イルゲン・クルト。マイク・ベルナルドとの激闘もありました。 K1 での豊富な経験があります。さあ磯部さん、野次にどんなことを期待したいですか。まあ、コンビネーションでしょうね。パンチからの蹴り、蹴りからのパンチという、はい、でも相手の懐に入っちゃったあの膝蹴りとかね、それから圧力があるこのパンチにね、はい、の周りに入ってしまったら野次君はやっぱりまっすぐ下がってしまうという癖がありますから、はい、そこは気をつけてほしいですね。藤原さん、はい、この野次はこのグローブマッチの集大成を見せたい、そんなことも言っていますが、気をつけなければならないことは何でしょう。まあ、そうですね、まず単発で攻撃が終わらないところですね、はい、単発で終わった瞬間に相手のこのゆるげんの攻撃がバーンと始まってきますから、やはり2発3発4発とつながるようなこのコンビネーションですね。単発の攻撃が一番、中短波で一番怖いですからね。一つ一つの技を継続することができるかどうかが鍵ということであります。そうですね。はい。関根さん、はい、どんな野次を見たいですか。やはり野次選手の、ね、重たい蹴りを浴びせてほしいですよね。クルトは強豪ですからね、このクルトに勝てれば本物ということになりますから。そうですね。思えば去年2002年は自分としては不本意な成績が続いたことでありましょう。改めて2003年11月に行われる革新の世界大会につなげるためにも何としても勝ちたい、この 2.02 日本武道館一撃大会。足を払いましたがダウンではありません。スリップです。決して背中を見せない、最強を証明することができるか野次。24歳革新会館の野次、一方スウェーデン28歳のイルゲン・クルトです。ボディへ技を継続することができるか、そして自分の距離で戦うことができるか、重いキックは見られるのか。パンチを一つ食らった。危ないぞ危ないぞ、ボラシオタイだ。つらついた膝、ここでゴングです。三強プレゼンツ一撃ラウンド終盤第4ラウンドに入りました。野次龍太対イルゲン・クルト、一撃日本武道館大会のスーパーファイトです。ここまで両者ダウンを奪えていません。11月に行われる極真の世界大会につなげるためにも何としても結果が求められる野次龍太、一方再び K1 での最前線に立つためにも負けられないイルゲン・クルト、その一戦であります。アミが入っています。スタミナでは野次が上回っているか、序盤見られたようなイルゲン・クルトのラッシュが見られません。左のハイブロックしています。野次、おっと食らった、左を返していく、パンチを返していく、おお申し切り、これは珍しい野次龍太、膝を当てるクルト、アッパーも見せました。矢島さん、はい、野次に対する指示が具体的になりましたね、はい、ローキックを使っていくということです。野次はそのセコンドからの声をローキックにつなげることができるでしょうか。ミドル、膝を当てていきます。野次前進している、ボディを捉えている、ボディを捉えている、さあこの辺りから流れをつかむか。セカンドからローキックの指示、左のミドル、腕が少し効いてますかね。これ効いてますか、追い込んでいるのは野次です。野次がチャンスをつかみかけている。さあ入った、右に入った、この時間帯野次が何かをつかみかけています。最強を証明することができるか野次龍太、潜り込んだ、ロープを背にしているクルト、狙っている、仕切り直して目は生きています。スタミナは十分です。イルゲン・クルトのスタミナは切れてきたか、序盤のようなラッシュは見られません。
フマッチではもちろん経験が上回っているユルゲンクルト。しかし野尻龍太はこの一戦絶対に落とすわけにはいきません。あと連打、アッパーも食らっている。勝ち続ける。左のジャムからパンチの連打、左のミドルはクルト追い込んでいます。この時間帯ロープを背にし続けているユルゲンクルト、膝を当てる、追い込みながら今第4ラウンド終了のゴングを聞きました。いよいよファイナルラウンドに突入です。さて関根さん、はい、第4ラウンドですがいい場面ありましたね。いいですね、追い込みましたよね。あのボディちょっと効いてるんじゃないですかね。であれでちょっとねローを振ればもっとねローと崩せるんですけど、上段ローまで組み込むことができるでしょうか。フランシスコ・フリオ一撃プロデューサーが見つめる先、野尻雄太対イルゲンクルト、ファイナルラウンドに入りました。野尻対クルト、残り3分の戦いであります。延長はありません。このラウンドで勝負が決します。持てる力、技全て出し尽くす野尻とクルト。3分を切っているファイナルラウンドです。絶対に落とせない一戦、野尻雄太秋につなげたい、そのためにも絶対に取りたい一戦、グローブマッチの集大成を見せたいところです。膝が待っている、飛び込んだところに膝が来る。おっと止めていた、これは有効ではありません。つぶさん、はい、残り今2分少々ですが、野次はどうしたらいいでしょう。もうまあ、ローキックも指示されてますけれどもね、相手のプレイヤーが顔面取られていった方がいいんじゃないでしょうか。膝の連打です。藤原さん、第4ラウンドではいいパンチがありましたね。そうですね、あのパンチはですね、顔面にフェントかけてやっぱりボディに叩き込んで、はい、ボディにあとその後追い込みで思い強いあのミドルを叩き込みたいですよね、ボディで効いているようなパンチは 2,3 ありましたからね。ありましたか。4ランナー出ましたんでね、そこにまた追いかけてやっぱり強いミドルをね、叩き込みたいですね。連打ですね。内股、少し動きが鈍ってきました。イルゲンクルト、チャンスを見出したい野次。ファイナルラウンド残り時間まもなく1分30秒というところ、死力を尽くした戦いになっています。少しふらついてきました両雄、野次クルト。さあ勝負どころだ、時間を有効に使いたい、一撃を狙いたい。ブロックしています。磯部さん、はい、野次がいけるかどうか期待したいですね。ちょっとなんか止まってますよね。もう顔面パンチ、顔面パンチで前に前に行ってほしいですね。前に出ることができるか、背中を見せてはいけません。最強を証明したい野次龍太。さあ1分を切りました、1分を切りました。ファイナルラウンド一撃 2.22 日本武道館で行っているこの大会スーパーファイト、ファイナルラウンドです。延長はありません。仕留めたい、一発で仕留めたい、まだ時間はある、まだ時間はある、一発で仕留めることができる。前に出る、前に出る、狙っている、その距離だ、動きが止まったイルゲンクルト、チャンスはある。ラッシュをかけるか、ラッシュをかけるか、動きが止まってきた。クルトも膝を出す、ボディに狙えるか、膝を当てた。さあ野次、最後の踏ん張りどころ、出せるか、出せるか、前に出るか、出るか、一発でいい。ああバックロー、キックも食らった、顔面にパンチを当てた。クルトも反撃、望むひるまない。試合終了、判定に入ります。野次龍太対イルゲンクルト、ファイナルラウンドと戦って判定です。野次対クルト、判定になりました。50対48、まずクルト、ジャッジ友達で50対47、赤クルト、ジャッジクルトが判定勝ちです。50対48、赤クルト、以上判定の結果3対0、一撃スーパーファイト野次対クルトはイルゲンクルトが判定の末野次龍太を下しました。野次敗れました。グローブマッチでの一戦、野次龍太残念ながら判定負けということになりました。
三強プレゼンツ一撃勝ちましたイルゲンクルト選手には株式会社三強の今井和正取締役副社長より勝利者トロフィーが贈られました。磯部さん、はい、率直な感想をお願いいたします。いやー惜しかったですよね、はい、あの勝てた試合だし、まあ、ある時は勝てたかな倒せたかなという時がありましたからね、はい、残念です。藤原さん、はい、両者の違い一つ挙げるとしたら何でしたか。そうですね、あの私はあの先ほど言ったんですが2ラウンド後半に少しボディが効いたかなというところと、あと3ラウンド入りましたからスタミナが切れたかなという時に、はい、野地選手のですねありとあらゆるあの怒涛の攻撃をバッとそこで出してもらえて一発逆転強で勝ってもらいたかったなという。関根さん、野地の収穫を一つ挙げるとしたら何でしょうか。まあ、それはやはり、